どうも、こんにちは。グミコミチャンネルへようこそ。では、早速、始めるよ。今回は、CPU について解説するよ。PC などで NPU や CPU といった言葉は聞いたことがあるんじゃないかな。CPU についてってなんかふわっとしてるなぁ。そんなに話すことがあるの？まあ、組み込みシステムでは、こいつが全てを握ってるわけだしね。でも、いきなり動作を説明するのは難しいので、まずは CPU の歩みと用語からかな。歴史とか覚える必要あるのかなぁ。よくわかんないけど。試験もやるわけじゃないから、覚える必要はないよ。CPU の歩みと絡めると、今あるいろいろなプロセッサの位置づけとかもわかると思って。でもキーワードはあるので、それは頭の片隅に入れておいてね。バックにいろいろいるわけが。まあ、バックにいるというよりは、いろいろな登場人物が今もいるので、そこにある背景を知ることで、なんでそいつが必要なのか、ということも知ることができるんだ。これが今回の目的だね。というわけで、まず原始的な CPU の構成を見てみよう。CPU の中でも、特に重要な、命令実行をする、脳、にあたるところを、コア、というよ。そして、様々な処理のために、様々なデータを一時的に保持するためのレジスタ。極端な話をすると、これだけの構成で、処理はできるんだ。え？コアは一つのレジスタで、あれだけの仕事をやってのけているの？いや、実はレジスタは、もっとたくさんあるよ。数は CPU によっていろいろだけど、さらに役割も分かれているんだ。どんな役割のレジスタがあるのかは、ソフトに近い話になるので、また別で説明するよ。なんで、レジスタの話にすれたのか。コアは、レジスタなしでは、動作できないということだね。その仕組みだけでも、今は理解しておいてもらえればいいよ。で、コアを囲むようにして存在しているのが、IO だよ。ここが、コアと CPU 外とのやり取りをするんだ。IO と電源、クロック、メモリがあれば、原始的な CPU の出来上がり、というわけ。コアとレジスタ、IO と電源、クロック、メモリでようやく CPU としての定義が成立するんだね。そういうこと。で、IO といっても単純に、デジタル信号としてハイアローを出力するだけでは不便だったので、簡単な役割を受け持つ周辺機能、ペリフェラルが用意されるようになったんだ。こうして、演算能力や外部とのやり取りがワンセットになった、演算装置が出来上がったんだ。これを、セントラル・プロセッシング・ユニットの略で、CPU というよ。なるほど。ここから全てが始まったわけだね。最近は ECU とか MCU とか MPU とか、あと GPU とかもよく聞くよね。そうだね。CPU が登場してから、集積化がどんどん進んで、CPU の性能もどんどん上がっていったんだ。するとできることも増えていったんだ。使用頻度の高い、いろいろな機能がどんどん盛り込まれていったよ。CPU もパワーアップして、ただの計算機というよりも、外部の状況に応じて、外部に指令を出す、制御の場面が増えていったんだ。すると、CPU の名前である、処理装置、では違和感が出てきたので、MCU や ECU といった呼び方がされるようになっていったんだ。それぞれマイクロコントローラーユニット、エレクトロニックコントロールユニットの略だよ。進化した結果、処理や演算だけではなく、制御になった、というのが名前からも伺えるね。そうだね。でもこれらは、本質的には同じものなんだ。なのでどれが CPU、MCU、ECU なのかは、用途や組織、人によっての呼び方が変わるよ。ただ CPU とは最近は呼ばないね。なあ、MPU や GPU ってのは何なの？まず MPU だけど、マイクロプロセッシングユニットの略で、MCU などとは別格に進化したものだと思ってもらえばいいよ。いわば超高性能版、といった位置づけになるね。MPU は、
内部メモリを搭載していないのが特徴で、タコアータスレッドで演算能力も強化されているんだ。主に PC やサーバー用途になるよ。ここまでをまとめると、まず原点に CPU があって、制御に特化したのが ECU や MCU、演算に特化したのが NPU という感じだね。このチャンネルは、組み込みシステムを扱うので、NPU は扱わないよ。MCU や ECU も、人によって呼び方がまちまちなので、以後は CPU で統一するね。で、GPU の方だけど、昔は DSP という、信号処理用のプロセッサがあったんだ。デジタルシグナルプロセッサの略だよ。CPU との大きな差は、演算に特化していて、まだ演算が貧弱だった頃には大活躍していたんだ。その名の通り、主に信号処理の演算をメインの用途とされていて、CPU より高価だった。本格的な多段パイプライン処理の先駆者と言ってもいいかもね。ループを多用した演算にとても強かったんだ。しかし、CPU の急激な進化に伴って、演算能力にあまり差がなくなってしまった時期があったんだ。すると CPU より高価だった DSP は、存在意義がなくなってしまい、一時は廃れていっていたんだよ。そんな時、ゲームなどで、CG を扱うケースが増えてきたんだ。膨大な量の計算が必要で、進化した CPU での限界があった。そこで DSP が名を変えて、GPU として復活したんだ。GPU は、グラフィックスプロセッシングユニットの略で、まさに画像処理のために誕生したものだね。一応 DSP の後継という位置づけだけど、性能は桁違いだよ。その、壮絶な演算能力によって、2D や 3D の画像処理や、化学演算、最近では AI やブロックチェーンのような、膨大な計算が必要になる用途が増えているので、欠かすことのできないものになっているよ。これが CPU、MCU、ECU、NPU、GPU の違いになるね。で、GPU は組み込みチャンネルでは、気が向いたら扱うくらいの位置づけなので、一旦忘れよう。花は GPU。でもいろいろなプロセッサがあったけど、結局は制御向けの CPU、ECU、MCU、そして CPU の大化版の NPU、演算特化の GPU という住み分けができているってことだね。さて、では CPU に話を戻すよ。最近は集積化がさらに進んで、用途別にさらに機能が盛り込まれたものも出てきているんだ。それを SOC、システムオンチップと呼ぶよ。スマホに使われるのは SOC だね。SOC は、スマホ用ならモデムが内蔵されているなど、一つのチップが脳、システム、と呼べるくらい多機能なんだ。これには Linux が乗ることが多いので、説明はまた別ですることにするよ。というわけで、今回はたくさん用語が出てきたけど、組み込みチャンネルで扱うのは、大体ここだけなので、ここだけは押さえておいてね。で、別の動画になるけど、デジタル、アナログを説明した後、ペリフェラルについて説明していくね。というわけで、まずは基本的な用語を説明したよ。今後も用語を中心に解説していくね。わかりにくいところがあったらコメントをお願いします。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。